ルシオンの旗ピレネーオリアンタル県の地図。黄緑色部分が、ルシオン・ルシオン、または、ルサ領は、フランスの歴史的地域。フランス革命前の州。古くは、カタルーニャ君主国に属し、現在は、南フランスのピレネーオリアンタル県に含まれている。カタルーニャ語コミュニティからは、北カタルーニャと呼ばれている。ルシオンの名は、現在のペルピニャン近郊にある。 小さな軍事要塞ルシノにちなんで名付けられた。この場所は、ガリア人族長が競技のため、ハンニバルの要請を受け合ったところであった。紀元前121年から紀元462年まで、この地方は、ローマ族ュガリアナルボネンシスの一部となった。462年、西号島をテオドリック2世へ、セプティマニアの残りを割上した。 彼の後を継いだアマラリックは531年にクロービスに敗退してセプティマニア総督職を降りヒスパニアへ退いた。719年イスラーム軍がピレネー山脈を越えセプティマニアの政治的支配権を奪った。彼らは756年にピピン三世に敗れるまでこの地方を支配した。七十八年にカール大帝がヒスパニアへ侵攻すると 彼は、マルカヒスパニアを作った。この地域は度重なる、キリスト教国イコールイスラーム軍の衝突で疲弊し、住民は産地へ定住していた。彼は、アルアンダルスから逃れてきた西ゴート族の平原に、いくつかの土地をカフし、修道院を建てた。792年、イスラーム軍が再度フランスへ侵入したが、アキテーヌオル類によって撃退された。 彼はバルセロナほど遠くないカタルニャへ政治的支配を伸ばした。カステルヌー・アキテーヌル類の王国の別の部分は当時完全支友の報道に成長した。893年、スニエ2世が初のルシオン博となった。しかし彼の支配は後に県となった東部にしか及ばなかった。西部のサルダーニャは900年にサルダーニャハクミロンが支配した。 彼は、バザル領主ベルナトの孫の一人だった。代々のルシオン博は、数世紀にわたって、周辺の大貴族と対立し、アンプリアスの伯爵であるいとこらと同盟した。ルシオン博ジラルド一世は、トゥールーズ伯レーモン四世に連れられて第一次十字軍に、参加した。12世紀初頭、バルセロナ博の威信が高まり始め、ルシオン博は選択の余地がなかったが、 バルセロナ博に忠誠を誓った。111 11年、バルセロナ博ラモンバランゲー3世は、バザルーの報道を継承し、1117年に、サルダーニャを併合した。最後のルシオン博ジラルド2世は、着死がなく、イボテイに地位を脅かされるほど博領は、弱体化していた。アラゴン王国とバルセロナ博に、真珠の誓いを立てて存続した、ルシオン博領は、 ジラルド2世の死と共に、アラゴン王アルフォンソ2世へ継承され、アルフォンソは1172年にルシオンを併合した。アラゴン王国支配の下で経済と人口は成長を続け、ペルピニャンの港湾であるクリウラが地中海貿易の重要な場所となった。コリウールフランス王国とアラゴン王国が協力になるにつれ、ルシオン地方はこの2カ国の国境となり、 軍事衝突が頻発した。1258年のコルベユ条約により、ルイ9世は公式に、ルシオンの総主権を放棄し、数世紀にわたり自称してきたアラゴン王国の称号を、バルセロナ博の請求を取りやめた。これは、カタルーニャが、フランスの総主権から公式に出したことを意味した。アラゴン王ハイメ一世は、イスラーム教徒から、バレアレス諸島を奪還し、 この島々をルシオンに加えて、新たに建国したマヨルカ王国の一部とした。1276年、ハイメ一世は、マヨルカを、次男ハイメへ授けた。アラゴン王位についた長男ペドロ三世は分割された、マヨルカ王国の権利をしばしば弟と争い、また、シチリア王国をめぐり争っていたフランス王フィリップ三世によって、このうちはもめを利用された。 ペルピニャン大聖堂フィリップ三世は兄を裏切った、ジャウメ二世を受け入れ、大軍をアラゴニへ差し向けた。しかし、薬病が流行るなどして、フランス軍は退却を余儀なくされ、フィリップ三世は1285年にペルピニャンで救世した。争いを続ける資金に事欠き、ジャウメはすぐ兄ペドロと和解し、1311年には、自身の三子産神世に、 マヨルカ王国を継がせた。三子は亡くなる、少し前、ペルピニャン大聖堂を建設している。1324年に、三子一世の子ジャウメ三世が即位した。彼は、モンペリエ領主でもあるため、フィリップ六世への心中の誓いをしたが拒絶され、支援を受けるためアラゴンをペドロ四世へ忠誠を表そうとした。ペドロ四世はこれを拒んだばかりか。 1344年に、マヨルカとルシオンを奪った。ルシオンは再び、アラゴン王国へ統合され、1462年まで、平和が続いた。1462年、アラゴン王フアン2世と、最初の日である、ナバラ女王ブランカ1世との間の王子カルラスが、ナバラ王位をめぐって争うことになった。ブランカの死後、王位を継承すべきは、カルラス王子であるところ、 ブランカの共同統治王であった、ファン2世が、大いに居座ったのである。この争いに付け込んだ、フランス王類11世は、大急ぎで、ファン2世支援のため駆けつけ、ファンは30万クラウンの資金の担保として、ルシオンをフランスへ渡した。フランス軍はルシオンを1493年まで、占領した。この年、シャルル8世は、 カトリック領王の領土から撤退したのである。1496年から1498年まで続いたスペインフランス戦争の間、人々は等しくスペインの中流軍とフランスの侵入者から被害を受けた。しかし、カスティーリア人がすぐに神聖ローマ皇帝カール5世の栄光を分か誇りを拭い去ったのをカタルーニャは嫌った。1542年、ペルピニャンは フランスのドーファン、アンリによって包囲された。この時防衛軍を指揮したのは、アルバコー、フェルナンド・アルバレス・デトレドである。住民らは、スペイン王を支持し、最も忠義を持つ都市の異名を持つに至った。1641年、カタルーニャ人らが、スペイン王国に対し反乱を起こした。ルイ十三世は反乱派について、対立に介入した。長引いた、戦争の後、 ピレネー条約が1659年に結ばれ、ルシオンとサルダーニャの一部がフランス王国へ帰することになった。これがフランスの州、ルシオンである。次の50年間、ルイ14世による政治への宣念を守るのとカタルーニャ人の文化的アイデンティティを改めることに対する努力が費やされた。彼は前者については達成したが、後者には失敗した。 シュートペルピニャンの外では、ルシオンは外観においても文化においても疑いなく、カタルーニャのままであった。しかし19世紀終わりに工業化が始まると、カタルーニャのアイデンティティは、フランス人のそれにとって変わり始めた。フランス革命の際、アンシャンレジーム時代の名残である、ルシオン州は廃止され、新たに、ピレネオリアンタル県が設置された。この県は、 テノルダを加えたもので、大まかに、旧ルシオン州と符合するものだった。旧名ルシオンは、ラングドックルシオン地域圏として21世紀まで、残っていた。ありがとうございます。